様こんにちは。今日はですね、こちらのみかんのマスコット、こちらをやってまいりました。こちらです。ではこちらのマスコット開けてみましょう。パカリン、オープン。さて、何が入ってるんでしょうね。まずは説明書からですね。はい、プニットみかんマスコット2。まずは冷凍みかん、柔らかさ星1つ、おいしいみかん、柔らかさ星4つ。これは柔らかさが違うのかな。柔らかさが全部で5種類ありそうですね。うん、黄金みかんに青みかんに腐ったみかんまでありますね。腐ったみかんは嫌ですね。ねえ、さて何が出るんでしょう。ではじゃじゃーん、これは何が出たんでしょう。はい、うん、青みかんですね。青みかんですね。なんか書いてある。体健康かな。青みかんは柔らかさ星2つです。星2つ、さ、こちらですね。青みかん、体健康。よく見かけるあれですね。青みかんってことはまだ熟成してないみかんでしょうね。スラップもついてますね。で今回出たのはこちらですね。青みかん、柔らかさ星2つ。そんなに柔らかくないのかな。はい、それでは全体図を見てみましょう。こんな感じですね。みかんのネットに3個入ってます。はい、それではですね、肝心の手触りを確かめてみましょう。ちょっとやっぱり硬いですね。これでも結構力使ってるんですよ。結構硬いゴムのような感じです。わかりますかね。ちょっと動いてます。やっぱり青いからね、硬いんでしょうね。これはですね、ちょっと子供の力ではちょっと無理かな。どう、硬い？硬い。硬いね。ちょっと硬いかもしれませんね。一応これはスクイーズの部類に入るんでしょうかね。そしてこれはですね、パカッと取れます。そしてネットからみかんがですね、取り出せちゃいます。取り出せるんですね。こう刺せばなんか、ね、ちょっとお団子っぽいですね。ちょっと下スクイーズです。はい、しかしながらですね、こ
これはですね、また口を元に戻すのが非常に大変です。この穴に入れるわけですから戻すのが本当に大変です。正直戻りません。なので皆様、これは取らないように心がけましょうね。とりあえず開いたままにしておきます。はい、こちらストラップ仕様になってますので、どこにでもつけられますね。はい、おしゃれな感じでこんな風にも決められます。かっこいいですね。はい、こんなスタイルもグッドです。活かしてますね。はい、今日はこちらのプニットみかんマスコットの紹介でした。それでは今日はこの辺で、また見てね。バイバイ。さよなら。次の動画もよろしく。よろしく。